ギャバン翡翠とサインチェンソーマサの笑う角にはグリーン。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日またなんかいい場所で、今日はね、はい、和歌山県の湯の里、ね、湯の里でね、あの久しぶりに行きましたね僕は。あ、そう、でも多分俺も前来た時マサ君と一緒ピクニック以来ですからね、場所で結構いいですね、はい、今日もイベントありますけどこの後、はい、よろしくお願いします、はい、ちょっと合間に収録ということで、はい、ちょっと今日はですね、あの最近、ね、コメントを結構ようやく季節3年、ようやくコメントを結構ね、はい、いただいてて、はい、あの、まあ、マトリックスの回とかも結構いただいて、それ自分の回そうですね、好き、あのなんか楽しかったですとか、あとあの魔法使いになる方法とかでも最高でしたとか。魔法使いになる方法なんてありました、覚えてないですか、あの、うん、福井であの公開収録した時です、うん、あの自分の僕はあんま覚えてないんですけど、うん、あの自分の意識でなんか変えれるよみたいなことが、意識が現実を作るみたいなことを、うん、多分翡翠さん言ったと思うんですけど、うん、最高でした、日々幸せを決めちゃうと、うん、そう思えない日々があっても構わない、そんなするそんな自分すらも感じよう、笑う方にグリーンするなんかそういうありがたい、そんな放送聞いてみたい、そう聞いて、あの言ってました本人が言ってました、あの聞いてくださいじゃんであと他にもなんかいつも素敵な話ありがとうございますとかね、コメントいただいたり、うん、他はですね、あ、この間のしんちゃんのやつがですね、結構再生回数やっぱり伸びてて、うん、あの三つろうさんの YouTube で古田新一さんを知り、古田さんの本と翡翠さんの物の見方検定を購入させていただきましたと、うん、ありがとう、笑いと涙が入り混じるとても素敵な本に出会えたことに感謝いたします、うん、今後の人生に活用させていただきます、ありがとうございます、うん、というありがたい言葉をいただいたり、あとはそうですね、そんな中で、うん、あと昨日かな、ジャングルの夜という最新刊がですね、あの2人の掛け合い最高ですというコメントをいただきながら、あと質問が来てたんですよ、はいはい、ちょっとその質問に、なんか答えていくというのをどうかなと思いまして、はい、ちょっと質問、コメントと質問を読みますね、はい、でまずありがとうございましたと、はい、まあ、ちなみにジャングルの夜って僕らがずっと動物の鳴き声をやってるだけの回なんですけど、まあ、石川さんのね話がすごく素敵なんですけども、まあ、ありがとうございましたと、優しい口調で癒されます、で内側に恐怖があると外からも現れる、まさしく今の私ですと、うん、自分を信じる力をどうしたら身につけられるでしょうかという質問です、ね、うん、なるほどね、はい、こういう質問ですけども、うん、どうですかこの質問、自分を信じる、どうしたら自分を信じられる、はい、自分を信じる力を身につける方法、うん、すごく簡単だね、本当ですか、やっぱさすがですね、ベストセラーでね60冊以上本出しましたからね、自分を信じる、はい、どうしたら自分を信じられるかでしょう、そうですね、身につけられる、いやその力、それ一番か、一番簡単ですか、一番得意、マジですか、めっちゃこのために生きてきたところがあるから、はい、今まで分かんなかったけどそうだったんでそう、じゃあそれちょっと答えてもらいたいんですけど、うん、ちょっと悩みお悩みというかご質問は来てますので、うん、それをね、はい、すごい一言で言えちゃうから、マジですか、先にまさか出たこのパターンね僕が答えてる間に考えるパターンですから、うん、自分を信じる力を身につけられる方法、今さ、はい、あのギャラリーがね聞いてくれて、ね、何名かいますね、はい、あの将来の人気 YouTuber の、ね、KK 君も聞いてくれてるんだけど、はい、まだ KK 君が一回も笑ってない不思議な話ですね、 KK 君があの将来の人気 YouTuber の KK 君が一回も笑ってないから、はい、その辺を踏まえて、はい、ないです、一番難しいじゃん、僕今自分信じれないですよ多分、そうそう、自分を信じる力をどうしたら身につけられるでしょうかね、うん、ちょっと僕も知りたいですね、まず、はい、信じたいと思ってる時点で、まあ確かに信じてないよねとか疑っちゃってるとか、うん、そう、まあ、確かにそうですね、うん、今の立ち位置が信じたいって言ってる時点で、なるほど、逆に信じてない、そう、裏側はそうってことになりますね、うん、確かに信じる力は、だからその、うん、はい、信じなくていいと思う、あ、なるほど、うん、逆説的な発想ですね、だってその、はい、新しいことをやるのにさ、はいはい、100% できるって思ってるってさ、確かにないですね、ないと思う、分かんないですもんね、うん、だからその、確かに確かに、あの自分を信じるんじゃなくて、うん、その起きた結果を受け止めれる、でれば、なるほどなるほど、それが俺はもう、はいはい、どっちになろうが自分がベストを尽くした結果、どっちになろうが、はいはい、その結果を受け止めるっていうのがね、俺は自分を信じるんだと思うね、さすがですね、うん、確かにそうですね、うん、俺何聞かれてもすぐいい答え出てくるよ、マジですか、自信があるだめっちゃ自分信じてるじゃないですかそれめっちゃ信じてる自分一番力あるじゃん、信じる力めっちゃあるじゃん、出てこなくても大丈夫っていいんだよ、ああ、だからそうか、結果を信頼してるからね、出てこなくても、だからその結果は、うん、いい悪いって判断しないってことですね、うん、一喜一憂しないで、それはそれで受け入れる、あの、はい、どう繋がるかわからない、あ、確かに、いや本当ですね、最後の結末だけ信じて、あ、なるほど、うん、そう、いいところにしいってことですね、逆に言うと、うん、
でもそうですね。よくさ、はい、有名な中国の話でさ、はいはい、あの、うん、大切なさ、うん、馬が逃げてっちゃうの。ああ、はいはい。で、はい、うわあ、かわいそうにって村中の人が言うんだけど、うん、大切にしてたからね。うん、逃げちゃった大切に育てた馬が、はいはい、逃げちゃってみんなかわいそうにっていうの。みんなはね。はい、うん、でも、はい、逃げたそのも、はい、馬の持ち主は、はい、これは本当にかわいそうなことなの。なるほどね。でしばらくしたら、はい、逃げた馬が、はい、めっちゃ高級な馬を連れて引き連れて帰ってきた。2倍みたいな感じで倍返しみたいな。もう2倍どころじゃなくて、なんと、あ、なんと思う。あ、うん、仲間を作っちゃったんですね。で、よかったねって言われるけ ど、でもこれが本当に良かったことなのかなっていうわけ、はいはい、で、その馬で遊んでたら、はい、あの落ちちゃって骨折しちゃうわけ。なるほどね、うん、かわいそうだなって思った場合の人は言う。はしゃいじゃうから。僕だったんだ。僕だったのね。はしゃいじゃうから、かわいそうねってなっちゃうんだけど、はいはい、これは本当にかわいそうなことなのかなって。なるほど。ちょっと嫌な人です。嫌な人だ。そのね、骨折した身にしてみたらすごい嫌だね。それは本当に。あ、でも確かに、ね。骨折しちゃったけど、でもこれがね、本当に嫌なことなのかなっていう。それはありますね。そしたら、うん、戦争が起きて、骨折してない人はみんな戦場に駆り出されちゃって、骨折したその人だけは助かっちゃった。なるほど。そこの一瞬だけ切り取るんじゃなくて、うん、それがどうつながっていくかってことなんですね。で、よかったねって言われるんだけど、はい、またその主人公は、はい、ずっと繰り返す。これが本当にいいことなのかい、はい、すごい、ずっと逆を見るんですね、うん、だからそのいいこと悪いことっていうのは、うん、そのなるほど、流れの中で最後まで見ないとわからないですね、はい、その自分の価値観だったりしますし、ね、それがいいか悪いか本当にそもそもわかんないですし、だから、うん、もう最後だけ良くなるっていうのを信じ る結末はいつも素晴らしいと、うん、もう最後は絶対良くなる、何が起きても良、うん、くなる、もう良くなる、あ、それ大事ですね、うん、だからそうすると確かに結末はもう決まってるから途中のプロセスはまあ受け入れられやすくなりますね、うんうん、なんか自分を信じる。コロナになってそこだけを信じる。はい、あ、なるほどね。とか、闇上がりで。そう。確かにね。うん、まあ、最後は良くなるって、絶対良くなる。良くなるって。いや、素晴らしいですね。このおかげで良くなる。なるほど。ちょうど僕が、はい、コロナになって寝てたんだけど、ね、まあ、復帰、はい、なんとか出てきました、ね。良かったですね。無事に。コロナになってね、はい、その、コロナになっちゃったって思うじゃない。まあまあそうですね。でもコロナになっちゃったって思うとちょっと俺気分下がったの、うん、ああ気持ちが落ちちゃう、ちょっと体調も悪くなっちゃうんですね、だから、うん、あのでもどうやったら気分上がるかなと思って、はいはい、COVID-19 になったっていう、かっこいいですね、なんか急にネットフリックスのドラマみたいな、ちょっとかっこいいですね、COVID-19 って正式、まあ、正式名称ですね、かっこいいでしょ、確かに正式名称ですもんね、COVID-19 になったって思ったら確かに気持ちがちょっと上がった、まあ、単純ですねでも大事ですね気持ち上がるの大事ですね、そう、体弱ってる時大事、うん、だからその時で見たら、なるほどね、あのちょっと落ち込んじゃうけど、もちろん落ち込んじゃうけど、うんうん、絶対これがね、なるほど、いい方向に、いい方向に、うん、絶対行く、それでおかげで YouTube で牛宮城のこと詳しくなってました、うん、今それで、はい、あの COVID-19 中、はい、ずっと YouTube 見て、はいはい、宮迫さんの、はい、芸人の宮迫さんのね、はい、あの牛宮城問題のすごい詳しかった、めっちゃ熱く解説しましたよねでもあれも言ったらそこだけ見るとおかげで、あれ牛宮城まさにそういうわけですもん、そこだけ見ると問題に見えることも結果は分かんないですもんね、うん、今飲食店についてものすごい語れるもん、ね、そうですよね、やったことないけどすごい語れますよね、確かにね、でも筋書き筋通ってましたね、あれ見ましたけど、うん、あ、なるほどって思いましたね、かつ物の見方がやっぱりあれですもんね、うん、いや素晴らしいですね、いや自分を信じなくてもいいよと、うん、信じたい、信じるって言ってる時点でさ、なるほど、あの信じてることってさ、はいはい、あの信じてるって言わないじゃない、まあ、確かに俺はその男性だって信じてるって言わない、当たり前ですもんね、それは疑う余地もないですもんね、うん、確かに確かに、なるほど、じゃあもう結果はもう全て、結末は素晴らしいと、うん、俺も銀河アイドルだって信じてるって言わないの、まあ確かにもう当たり前になってるってことですもんね、うんうん、俺銀河アイドルだと思ってる、思ってるからだって誰周りから言われなくてもね、自分で思ってたらいいですもんね疑う余地がないですもんね、周りから言われない、言われない不思議な話ですでも確か自分で信じたらそうなりますね、まだまさくまだ KK 君が一回もらってそうそう、不思議な話ですねでも結末は絶対良くなるから大丈夫信じましょう、これ今日の回じゃないかもしれないけどね何人かかかるかもしれないですけど、そうだね、はい、まあまあでもだめっちゃ素晴らしい話でしたね、そうです、はい、あのまさくんからありますか、あ、もうた何もないです、もうそれでいいと思います大丈夫です、大丈夫です、逆に言わない方がいいと思いますまだ質問あるの、あ、とりあえずいい、あの直近で今最近来た質問はこれでした、
はい、これだけでした。コメントは結構入ってたので、あ、本当、はい、質問いただいたので、逆、なんで逆に言うと質問いただけたら、うん、あの答えていくので、俺すぐいい答え出す。こんな風にね、もうすぐに本当に今日いい答え出ましたね。うん、素晴らしいです。いいことしか言えない。いや、ありがとうございます。なんでぜひぜひあの YouTube のコメントをね、あのいただけたら、あの何か聞いてみたいこととかあったら、そこを使っていただけたらね、はい、答えていきますし、あのぜひいいねとチャンネル登録もしていただけたら、ね、はい、嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ギャバン必須とサインチェーンソーマソの笑う角にはグリーンズ、ありがとうございました。